カメラやレンズは購入するとき勢い注文がですね意外と大事ですよと。こんばんは、ジマでございます。今回はですねニコン ZF をですね私自身すごく楽しみにしているカメラでですねもう約5ヶ月先っていう形でもいつ届くんやろ春先かなって思ってたんですがキャンセルしましたいやまあ理由わかりますやんというところがありまして、ニコン ZF をですねこのタイミングで、いやジマさんあとちょっと待ってたら届いてたでしょっていうところで、このキャンセルをこのタイミング CP プラス前にした理由4つをお伝えしていきます。意外と多いでしょ、4つあるんですっていうところで、今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。先にねお伝えしておくのは、ニコン ZF はですねミラーレスのフルサイズ一眼カメラとしてですねニコン Z シリーズとしてバリアングル液晶を搭載してですねボディ内テブレ補正も新時代というところで、ピクセルシフトであったりフォーカスポイント VR であったりリッチトーンであったりフラットであったりですね、あとはディープトーンであったりとか、様々なねあのマニュアルフォーカス時のあの被写体検出であったりとか、様々な機能っていうものが追加されている本当に素晴らしいカメラっていうのは大前提としてお伝えしておきます。でニコン ZF ってね Google とか YouTube で調べてもらうと、数ヶ月前の ZF めっちゃええわこれは欲しい買いますみたいなね、あの喜んでるこうなる今の私を知らない昔の私が出てくるんですけども、検索でね。なので前提としてお伝えしておくのは、 ZF はめちゃくちゃいいカメラなんで、到着を待たれてる方はまだ私みたいにキャンセルせんと受け取った方がええと思うし、もうちょっとで届くと思うんでね、なんぼ長くても4月頃っていう風になっているので、話としては。で、すでに ZF を意外と早く年内にね、去年の年内に受け取られたとか、この CP プラス前にね届いてるっていう情報もいっぱい来ているので、ここ最近 ZF がかなり出荷、まあ安定して届いているようなところもありますので、すでにね ZF 受け取られた方はおめでとうございます。よかったですね、 ZF 使っていろんなところねスナップで撮影を楽しんでいただけたらなと思うんですが、新しいカメラっていうものが登場しますとですね、買いませんっていう動画をね投稿される方も多いと思います。で、私は買いませんではなくて買いますっていう動画プラス、今回は買えませんでしたプラスアルファ冷めちゃいましたっていう動画となります。セクションとしてはですね、予算の一つ目のテーマね、予算の機械損失を待つのはもったいない。二つ目が ZF の優位性がちょっと薄れた。三つ目が、レンズを買った方がいいのではないかと気づいた。四つ目が買えるようになったらシルバーモデルでも買おうかなっていう、この四つの、テーマに沿ってですね、今回お伝えしていきます。なので約3ヶ月を待ちましたね。10月末ぐらいか11月とかで予約開始になって、今2月でしょ。11月、12月、1月、2月と3ヶ月ほど待って。で、マックス、まあ6ヶ月っていうところが5ヶ月に短縮されて、だいたい4月ぐらいには、春ぐらいには、桜が咲いてるのか、散ってるのかはちょっとまだ定かではないですけど、場所によるしね、桜の時期に届くかどうかっていうのが ZF のところだったんですけども、CP プラス前にもう私自身はですね、まあ縁がなかったと思って、4つの理由でキャンセルをいたしました。冷静なね機材選びの参考に、してもらえたらと思います。ちなみに、このキャンセルに関してはですね、ニコン様のね関係者様に事前に、打診と、確認とで、結果、承認を、まあ、得ておりますので、そのネガティブキャンペーンとかではないっていうのは先にお伝えしておきます。魅力をすべて把握した上で、自分の現状を踏まえた上で、一番総合的に、正しいというか納得できる買い物はどれだと判断した上で、自分に正直になったところ、今回はキャンセルして、ひとまずレンズ買って、で ZF が、世にいっぱい出回ったタイミングとか、シルバーモデルが出た時に、明日シルバー出た買おうみたいな感じに落ち着いたってのをお伝えさせていただきます。なので結果決して、ネガティブキャンペーンではないですし、特別 CP プラスを含めたですね利害関係がニコンさんにあるわけではないので、ここでニコンファンではあるんですけど、ニコン信者ではないので、私ファンでしかないので、あくまでその勝手なキャンセルではなくてですね、まあ、道理に反することはしたくないなというところがありますので、事前にお伝えしております。動画にするっていう話は特にしてないけどもあのキャンセルっていうところでね、ちょっと検討しておりますっていうところで、まあ、承認を得たというところになりますので、決してっていう流れではないので、せやな、しゃあないな、うん、分かってたでぐらいのニュアンスで受け止めてもらえたらいいと思いますし、今すでに ZF を待たれてる方は不安に思うこともないですし、 ZF を受け取られた方はジマさん受け取れんかってな、ざまあって喜んどったらいいと思いますので、自分の ZF をいつも以上に綺麗に磨いてあげてくださいね。長く使えるカメラやからねというところで、一つ目、
予算の機会損失を待っていられない。つまり私には縁がなかった。まあ ZF のね登場のタイミング、ニコンプラザに出向きまして、まあ実物に触れてね魅力を体感して、まあ先行で利用させていただく機会もありました。もっと言うとニコンプラザのねあの一件もありましたし、ポッと行ってね、あんま言わん方がいいかな、ポッと行って大きいメディアさんがドンって入ってきて私スーっていうあのパターンがあったんですけども、詳しく聞きたい方は当時のニコンプラザの、レポートを見てもらえたらと思います。私が端っこでドンって弾かれて、あ、そういう予約のプレスの枠があったのかな。私は横で塗装がね上真鍮ですよっていうダイヤルのところをひたすら触るところで待ってるみたいなところがあったんですけども、まあ、先行で利用させていただく機会もありましたし、約1時間のねたくさんの方も見ていただいて本当にありがとうございます。ZF のね、 ZF はこういう風に設定したらいいよという初期設定ガイドをですね、喋るマニュアルとしてですね、全て載せておりますし、最適なメモリーカード SD カード UHS2 とマイクロ SD に関する ZF やったらこれを使いましょうみたいな記録メディアのねメモリーカードのところも熱く語っている。つまり私の動画のこの YouTube チャンネルの中には ZF を、登場時の魅力から、実際に触れた魅力、そして使っていく上で必要な初期設定であったり ZF のその機能といったところでピクチャーコントロール含めて黒とね白のモノクロームの切り替えのスイッチであったりとか、あとは記録メディア周りで実際使っていてどういったレンズが向いているのかとか、全てを網羅的にお伝えしているものになります。熱く熱く熱く語りました。ただ最近は ZF にすごく惚れ込んでいた方も最近 ZF を結構ね手放されてたりとか、最近実は使ってませんみたいな動画も上げられてたりとかするので、やはりニコンファンとニコンファンではない人をよそからポッて持ってきて、ええ感じでしょって使わせてやっぱ向こうの方が良かったって言われるんやったら、結果私そっちの方がネガティブキャンペーンになってるかなってのはなんとなく思います。だって私はそれを見てやっぱそうやんねって思ってしまうところもあるし、うん分かってる分かってる、もともと日本が好きでもないからそらそういう結果になるよねってのが分かるので、 ZF のキャンペーンもZ の8よりかはマシでしたけど、うん、まあもうちょっとうまいことやってもよかったんちゃうのかなってのはなんとなく思っているところがあります。でもちろん ZF を私もですね、まあ買うためにその予約開始日午前ね12、予約開始10時ぐらいだったから予約開始ってなるんで、ニコンダイレクトよりもう納期優先で、ほんまは色変えたかったけどもうとにかく黒色の何もせんボディ単体やったら一番早く届くやろというところで黒色の、納期優先で注文したところ、まあ、初期ロットは届かなかったんですね。結果的に、ああ初期ロット逃してもだから ZF ってすごい人気やなっていうね、ごっつ人気でそら初期ロットも受け取れた人は良かったねっていうところがあったんですが、その後どれぐらいで届くかな、 Z の8の時が初期ロット逃したんですけど、まあ数日後に届いたんですよっていうところもあって、3ヶ月後となるっていう連絡が来た時に私驚いたんですね。え、カメラって、まあ、確かにレンズ買う時もそうやったし、まあ、Z の9あたりからニコンってそういう感じになってるっていうところがあるので、買いたくても買えない、まあ、別にこれカメラに限ったことじゃないんですけどね、この前のあの感染症のところからサプライチェーンのところの、なんていうの、納期の遅れであったりとか、まあ、在庫の最適化っていうところも含めてですね、まあ、円安で海外にあの在庫はけたいっていうところもあるやろうし、国内での流通っていうのが難しいとか量が限られてるっていうのは分かってはいるんですけど、思ったより待つなあっていうところがありまして、で今まで私カメラを買うときに待ったことなんてそうそうないんですよね。カメラもレンズも基本は登場した時に普通に買えてたし、レフ機時代とかで、もっと言うと登場した時は高かったから買うのを見送ってた自分もいるんですよ。なので今回で4番ね、 ZF のシルバーが出たぐらいに買おうぐらいの感覚で、今までのレフ機とかは登場時はどうせ8掛け6掛けぐらいまで1年ぐらいで結構レフ機ってバンって価格分かりやすく下がってたから、まあ半年1年待ってから買おうっていう、まあ、供給が落ち着いてから、需要と供給が落ち着いてから、まあ、買ってたので、こんなカメラを買う時に待たされるっていう感覚があんまないんですよね。免疫がないというところがありまして、まあ、納期優位性を求めて黒色買っているのに、まあ、届かへんのか。やったらニコン ZF 届きましたって動画が上げられへんのであれば、 ZF の最短レポートですみたいな形が上げれへんのやったら、
もう長く自分が満足して使うカメラにしたいなって思ったんですよね。なのでニコンダイレクトさんの方で購入しているので、せっかくであればボルドレッドの変更っていうのを、まあ、申し出た。こちらももちろんほうれん草しております。なので、まあ、ボルドレッドへの変更ですね、かしこまりましたみたいな感じでお待ちくださいという形で、でその時に、まあ、私はなんかイメージやけどね、この ZF の順番待ちみたいなあの札を持ってるとしたら、ZF のボルドーレッドに変えますっていうところで、黒色のボディ単体の、順番待ちのボードから一番後ろの列に回って、私はボルドーレッドのボディ単体ですっていう、まあその順番待ちのボードを持つようなイメージになるんか、まあ、一番後ろに回ってくると。で先日どれぐらいになるかなと思って CP プラス前届くかな届かんかなって思ってたら、まあ案の定ですね、まあ、5ヶ月ほどなんで、まあ、春先ぐらいになりますわという連絡も来まして、でまあ CP プラスがね、あと10日にせね10日後とかにあるから、今回ねニコンさんのプッシュというか目玉としても、Z の9、Z の8、Z の F、Z の FC、Z の30ってねピックアップされてるカメラのうちの一つで、 ZF は画像処理エンジン XP の7世代目というところと、フルサイズのカメラでも比較的、手の届きやすい位置づけ、 Z の9と Z の8がすごいからね、価格として。なので Z の8っていうのは目玉としてあるのは分かっていると。でそういった時に私はまともな感情で CP プラスを見れへん、ニコンブースに立ち寄れへんという感情を持ってるんです。自分が5ヶ月待たされてるカメラを目の前でこんな風にすごくいいカメラなんですよ、私たちも買いましたってのを見せつけられるんでしょ。いや無理いやじゃあそれちょうだいってなる。もう今そこにあるやんデモ機みたいな、もうそれでええから買うっていう、もうプラス10万ぐらい出してもいいから買うわ。でもそれはきっとダメやから、なんかもうそんなモヤモヤした感情で CP プラス行きたないし、逆にもう CP プラス前に ZF 買いませんって言ったら、今度シルバー出た時に買うんすよぐらいの心境の方が、他のイベントとかブースとかオンラインコンテンツ、私ねまだメーカーさんというかまだ発表されてないから言われへんねんけど、メーカーさんブランドさん言われへんねんけど、あのどっかしらで私 CP プラスのオンラインイベントの方に出ますので、それはもうあの今 お話進めているんで、てか締め切りが近いね、あと10日後、いや検品があるからもっと前倒しで納品しなあかんねんけどっていうところがあって、そういう状況で綺麗な心境で落ち着いた心境でにあの CP プラスは向かいたいんでね、もう ZF のモヤモヤを一回切ろうというところで、まあ ZF をこのタイミングで、引っ張られたくないんでね、もうキャンセル一回しようというところが、まあ一つ目の予算の機会損失を待ってられない、まあ縁がなかったっていうことですわ。 Z の8は逆に初期ロット逃したのにすぐ届いたっていうのは、単純にまあ高価格帯のカメラであるっていうのもあるとは思うんやけども、まあ縁がなかったと思うんですよ。 Z の8も私が届いた後に3ヶ月待ちですってねおっしゃられてる方もたくさんいらっしゃったから、単純に私は ZF に対して縁がなかったかな。まあその一番初めのニコンプラザさんの件から含めて、まあ今何やろね、縁がなかったのかなっていうふうにも思うしかないかなって、まあポジティブに捉えていくんでね、何事もネガティブに捉えるんじゃなくて、ポジティブに縁がなく逆にその浮いた30万を何かに使うっていう、まあそれが2つ目3つ目の話になってくるんですけど、で後にちょっと話しっかり触れますが、 ZF 欲しいんですよね。ただ欲しい理由がその ZF の凄さってあるじゃないですか。いろんな新機能がね、 Z の9にも Z の8にも追加投入されていない新機能が Z の F にはあったと。で Z の F をまあベースに Z の6の3型とか7の3型が出るんじゃないのかってなると、先に Z の F の機能っていうものをフォーカスポイント VR とか含めてね、ピクセルシフトとかを楽しんでおくっていうのはアドバンテージになると、こういった機材レビューをしていく上で。なので ZF をゲットしたいっていう、まあ ZF ってあの見た目なんやけど、ヘリテージデザインでね、あの見た目なんやけど、私は結構機能重視のスペックのところに魅力を感じていたというか、まあなんやろね、なんか義務感的に触れていかなあかんなというところがありますので、新しい技術を学んでいくっていうところでね、ただそれがまあ触れれないというところがあって、この前ね Z の8のファームウェア 2.0 出たじゃないですか。あれ決めてやねまああれですっきりしたっていうのがあって、あ Z の8でもうええやんってなってしまったのが結構結構インパクトとしては大きい。っていうのも、まあ、Z の8ね、いろいろたくさんの方にもいただいているあの
ファームウェア 2.0 にアップデートした後に EVF ね、電子ビューファインダーが映らなくなる問題があるので、ファームウェア 2.0 アップデートされた方さとかする予定の方はぜひその動画コメント欄にも貼っておくのでぜひ見てください。ちょっとしたことなんですけど、ファームウェア 2.0 に上げてファインダーが一切反応せんくなったりするので、それの対策っていう動画を貼っておきますね。ただそれ以外はもう何もないし、一回対策さえ取ってしまえば私はもうそれ以降完璧にずっと使い込めているので、 Z8 ほんまええなっていうところがあるんで、その Z の8が1080p の、1080の 30p の4倍スロー、ね、H.264 で撮れるフラットモノクローム入った、ディープトーンのモノクローム入った、リッチトーン入った、もっと言うとオートキャプチャー入ったし、鳥の AF も入ったというところがあって、あれ？あ、ピクセルシュートも入りましたね。ってなると ZF、 うん、確かにボディ内定ブレ補正が ZF っていうのはズバ抜けているっていうところもありますし、ヘリテージデザインっていうところと、ブラックホワイトのね、モノクロームとの、切り替えっていうところもありますし、まあ操作性も全然違うし、ヘリテージデザインっていう魅力ね、情緒的価値があるカメラやっていうね、風にプレスの方々も、おっしゃられてましたけども、今となっては私から見ると、ヘリテージデザインっていうところに魅力を感じていれば、もちろん、欲しい、絶対買うってなるんですけど、ヘリテージデザインはちょっと二の次で、ZF に搭載されている機能っていうところを、Z の6の3型とか7の3型とか、カッコ仮ですよ、後に出てくるカメラの、先に触れておくアドバンテージとして見るんであれば、ZF の旨味もなくねっていう。どちらかというと、それフォーカスポイント VR ぐらいしかなくねみたいなところ、あとはまあ操作性の違いとかはありますけど、ってなると30万円って私の中では大きい金額なんですね。30万円の案件なんて全然そんな受けたこともないし、普通にまあその頑張って何本か頑張って案件受けてやっとね到達できるような金額やから、30万円ってなるとその確保にすごくまあ時間も要するし、お金ってもう時間というか命じゃないですか。そのお金を稼ぐための時間、労力、技術っていうものを投入してやっと対価として得るもので感謝されて得るものなので、お金は時間命なので、その30万円という金額をプール金としてずっと3ヶ月5ヶ月眠らしとくっていうのは、私のこのキャッシュフローの動きの中ではちょっと辛いんですよね、正直。その30万のプール金があるのであれば、常に他のものに回して回収していって、でシルバーとかが出た時に、あ、30万ぐらい回収してるからボーンって入れれて ZF 変えたの方が話としてはスムーズかなっていうところなので、状態としては別機材の購入しよっかなっていう。なので30万円の期間額をずっとプール金として ZF 待ってるんやったら、購入機会を逃しているので、30万あったら他のレンズとかね、カメラを変えてたので、ってなるとその30万円を機械損失で置くぐらいやったら、もう縁がなかったと受け止めて、 ZF は、今回はやめておこうと。今回はですよ、シルバーとかゴールドエディション出たらね、また魅力がね出てくるやし、ファームウェアのアップデートも絶対 ZF もあるはずやからね、まだ出へんけどね。 Z8 が5月でしょ、あれ。だから、今何月 ?2月、9ヶ月ほどで、ファームウェアの 1.01 から 2.0 にバーンって大型アップがかかったから、1年後とかに、なので今年の年末ぐらいに ZF ももしかしたらファームウェアのね、アップデートがボーンって当たるかもしれへんので、まあそのタイミングとかでもね、買うんやったら、まあさすがに在庫できてるやろしね、っていうところもあるので、今じゃないかなってだけの話。で、2つ目が、ZF の優位性が、まあ薄れた。っていうところで、まあこれもちょっと触れちゃいましたけど、 Z8 のね、そのファームウェアの 2.0 の登場がまあとどめを刺したっていうところで、まあ、リッチトーンのポートレートとかね、ディープトーンとかフラットモノクロームとか H.264 の 1080 の 30p の4倍スロー搭載とか、 AF エリアモードの循環選択とかね、オートキャプチャーの追加、被写体検出に鳥が入った、あとはピクセルシフトなども、まあ撮影の効率を考えていくと Z の8ってもう鬼じゃないですか。もう鬼に金棒状態じゃないですか。ファームウェア 2.0 っていう金棒を持った鬼みたいなもんじゃないですか、 Z の8ってね。ごっついわというところがありますので、もう ZF は確かにヘリテージデザインでボディでナイテブレ補正が素晴らしいっていうところはありますし、その ZF の新機能を体感する上での、まあ、フォーカスポイント VR っていう旨味はありますけど、発表当時ほどのインパクトはない。つまり、じゃあ、5ヶ月お待たせしました、 ZF お届けですって届きました、
箱開けます。それはもちろん嬉しいですよ。やっと待ってた ZF が届いた、で開封して届きました言うてさ、なんか同じようななんかこんな茶色いさ DP オリジナルみたいなやつのくっつけてなんかおしゃれに着飾って、でスナップですって言って写真撮りに行くわけですやん。私がそれはそれで楽しいと思うんですよ。そういう未来もね、そういう未来も楽しいやと思うんやけど、多分同じぐらいの大きさの感情でバッて開けるでしょ。今届いても素直に喜べんわっていう感情も絶対出てくるし、今すでにあるのであれば、うんっていうところがあるので、もうそれやったら一回スパンって切って、で、ファームウェアにが当たった時の ZF とかシルバーモデルが出た時に、あ、それやったらやっぱ ZF 欲しいわって言える時に買った方がやって届くっていう、この自分の気分よく買い物をできる状態に持っていく方が大事かなって、カメラを長く続けていく上でねっていうところがありますので、すごくねポイントになっているかと。でこのチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、3万人5万人10万人と登録者数ね、ぜひぜひ伸ばしていきたいと思いますので、ぜひ無料でねポチッと応援できますので、チャンネル登録っていうボタンをね押してもらって、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、カメラとかね、写真が好きな方々が集まるオンラインサロン運営しております。最近はですね、鉄道であったりとか風景であったりとか野鳥であったりとかね、いろんな車体別でのテーマでね、写真投稿されて、私含めてですね、素敵な写真ですねという意見を出し合ってですね、盛り上がっているコミュニティもありますし、機材の購入、検討、相談であったりとか、あとは単純にね私へのご質問、この前はカメラバッグの話でね、ご質問いただいたりであったりとか、フィルターのところも最近熱いですね、レンズフィルターのねっていうところも含めて、フリートークの部屋とか、私への教えて島さんの部屋であったりとか、さまざまなそのカメラとか写真を共通としたコミュニティがございますので、ぜひ興味ある方はキャンプファイヤーさんで運営しておりますので、もう安心してね楽しめる、他のカメラ系のねインフルエンサーさんも運営されているプラットフォームになりますので、スラックっていうものでね非公開グループで作ってるので、もうスライドで映ってきてもらったら全然快適に、もうできた入れたぐらいの感覚なので、ぜひねご加入いただけたらと思います。といったところで、次がそうその旨味が薄れたっていう話なんですけど、これね注意点があります。多分私は ZF に機能を求めて買ってるっていうところがちょっと変なんです。それは分かってます。だって ZF 購入された方さ、皆さんやっぱデザインとかなんかそのレンズ昔のやつくっつけて、うわたまらへんわっていう、その情緒的価値、それはやっぱりそのニコンのね、この開発担当とかPR さんの広報さんの方々もおっしゃられてたじゃないですか。情緒的価値っていうところに重きを置いていると。であればその ZF に対して機能性で魅力を感じてる私の方が特例というか変わってると思うんですよ。なので ZFC よりね、このカメラよりなんか質感のある、ZF のねその真鍮を採用してるとか含めた、デザインであったりとか魅力、あとは一生持ち続けることができる、 ZF はもう一生持ち続ける、DF もそうやけど持ち続けることのできる、カメラ、飽きないデザイン、飽きない魅力で、 ZF に関してはその中身も今の現在の最新が詰め込まれてるし、この最新は多くを求めなければ10年後20年後でも平気で使えるカメラでございます。壊れるとしたら、シャッターの耐久のところぐらいかなっていうところなんですけども、そこは交換するね必要があるかなっていうところですが、ZF はやっぱり欲しいなと思ってる方は絶対買うべきやし、持つべきカメラだと思います。持ってる所有欲が半端ないと思うので、なので皆さんは ZF が欲しいのであれば買うと幸せになれると思います。で、私は ZF の新製品、新機能にフォーカスしている手前、 Z8 のファームウェアにとどめを刺された感があるんですよ。 Z の8がいろんな ZF の魅力と Z の9のええところをガッチャンコしてくれたから、ああとどめ刺されたなって、なんかもうすっきりと Z の F をはいご縁がなかったって、ここで Z の8がファームウェア当たる前に Z の F が届いてたらそれは楽しんでたやろうけど、 Z の F が届く前に Z の8のファームウェアがボンってきたから、うん、これも全部もうそういうもんなんよ、受け止めよっていう風にね思ったんですね。それは逆にね、30万円を別のところに回せるので、Z の8のファームウェアをね CP プラスマイン出してくれたニコンさんにありがとうございますっていう風にお伝えしたいし、 Z の8のファームウェア 2.0 ほんまに最高でございますっていうのはね、伝えておこうかと
いうところがありますので、私の話はちょっと特例、 ZF に対して機能面で魅力を感じているっていうところがありますので、そういった特徴を踏まえた上で、まあ機材の見方選び方もあるんかなっていうところで、まあジマさんみたいな考え方もあるかっていう教養としてね、受け止めてもらえたらいいかなと。で、3つ目はレンズ買った方がいいなっていうところで、シンプルにレンズ欲しいんです、ZF 買うお金あったらあのレンズ欲しいな、このレンズ欲しいなって、夜な夜なニコンダイレクトのレンズの単焦点のページ見てるんです。誰ですか？私です。もうレンズ欲しい。レンズがあればね、カメラゴロゴロ転がっとるから、レンズ付け替えたらなんぼでもいっぱい撮れるやんっていうところがあって、レンズ欲しいなって。で、 ZF 購入してたらもう30万円買ったしな、 ZF 買ったしな、レンズやめとこう、抑えとこうってなりますやん。でも今やったら ZF まだ買うでないからな、あの ZF のプール金をレンズに回せんちゃうかみたいな、ずーっとささやきがここにね、毎日毎日1日12回10回20回ぐらい支えてくるんですよ。今やったらレンズ間に合う、今やったらレンズ間に合う、今やったらレンズ間に合う、ちょ待て ZF を待ってんねんと、今やったらレンズ間に合うで、いや待ってくれという自分がずっといるというところがあって、まあ疲弊したと、疲れたというところがあって、レンズ買った方がいいかなっていうのが3つ目。これはまあ ZF をキャンセルした理由付けにもなるんですけどね、さあ、まあ、結果論として。ただ今届いても正直 ZF を喜べるかというと、あ、やっと届いたねっていう安堵感、安心感はあるけど、喜べるかっていうと、 Z の8のファームウェアの 2.0 を体験した手前、まあフォーカスポイント VR とか、白黒のモノクロも楽しみつつ、まあ ZF でしか楽しめへん体感っていうのは私自身先行で利用させていただいて、他でも触れる機会がたくさんあるので、うん、まあ分かってはいるんですけどね。ただそのなんやろ、勝った喜びとか感動よりも、受け取る安心感を求めて30万円を口座から引き落とされるよりも、30万円で強力なレンズ1本ね、プレナとかいけんちゃいます？まあ30万40万するレンズもありますけどね、 85mm の F1.2 とかいけんちゃいます？っていうところがあって、強烈なレンズ1本変えたりとか、もっと言うと10万円前後ぐらいの S ラインのレンズね、2、3本変えたりとか、第3元のレンズも変えたりしますね、30万円ちょっとあればっていうところがありますので、なんやろね、もっと30万円という金額に対して ZF にこう、なんていうの、視野を狭くするんじゃなくて、もっと賢い買い物ってあるんちゃうかな。で、過去の私も5年前ぐらいのね、 YouTube の私も言うてますけども、レンズは資産ですよって、その時はもうなんか適当にわー言うて、適当言うたらあかんけど、当時の私はそんなにあのレンズは資産っていう重みをね、今以上には分からず、まあカメラよりレンズ揃えた方がええよね程度だったんですけど、今ほんまにレンズは資産って思ってるんで、まあカメラは消耗品、まあでも Z の8と9は消耗品にならんくなってきてるけど、なのでまあレンズは資産なので、レンズを満たす方が、特に Z マウントね、満たされる方がいいんちゃうかなってのは思います。これもカメラがゴロゴロと転がっている環境だからこそ選べる選択肢だって。 Z の 50mm の F1.8 の S ラインとかも5年ぐらい前のレンズやけど、いまだに Z の8とかに逆にくっつけて XP の7世代目の画像処理エンジンとの相性最高ですやんっていうところがありますので、やっぱレンズって何年経っても最高に使える、特に S ラインなんてもうバリバリ使えるもんなんで、やっぱりレンズの方が揃えてる優先度としては高いかなって。まあもちろんあのキャラクター別ですよ、超広角、広角、準広角、標準、まあ中望遠、まあ望遠、超望遠ぐらいで、あとはまあマイクロレンズとか、あとはズーム、高倍率とか低倍率とか、そういったところでキャラクター分けて揃えてもらうっていうのが大事なんですが、 ZF をそうですね、含めて初めての XP の7世代目画像処理エンジンがであれば、やっぱり買ってほしいというかゲットしてほしいと思うんです。この画像処理エンジンの6世代目もめちゃくちゃいいし、私自身6世代目のカメラをここ数ヶ月の間に買いまくってるってところはあるんですが、やっぱりね、7世代目と6世代目はかなり差があります、ニコンのミラーレスの画像処理エンジンの中で。なので、まあ、7世代目を Z の8とか9でお持ちの方は別に Z の F はどっちでもええかなってところがあるんですが、 Zの F を含めて画像処理エンジンの7世代目をお持ちでない方は、やっぱ Z の F から7世代目画像処理エンジンの7世代目 XP の7ってものを楽しんでもらう方が学ぶことは多いと思います。逆に Z の9とか8を触れてきてしまってる手前、 Z の F っていうのは、はいはいっていうところがあるんですよね。なので私はぶっちゃけこんなん言ったらあれやけど、もう1台 Z8 が欲しい。いやほんまにZ の8がもう一台欲しい。なんで？ファームウェア 2.0 が当たって、オートキャプチャーで三脚の上に置いといたら、ある程度設定したら私がちょっと距離離れとっても勝手に撮ってくれるから。
っていうところもあるし、まあ、鳥の AF もあるし、サブ機として Z8 2台持ってるとね、まあ、それこそズームと超望遠の単焦点とかもう最高ですやんっていうところがあるので、 Z の9のサブ機は Z の9っていう方がいらっしゃるように、 Z の8のサブ機はもしかしたら Z の8かもしれへんっていうところがあって、 Z の8がねもう1台欲しいって思ってしまうのがファームウェア 2.0 の威力なんですよ。なのでオートキャプチャーを含めて高画素の連写ができる60万円の Z の8というカメラが2台、3台あっても困らへんなって思うんです。なので Z の F の30万にプラス20万30万いるけど、もしかしたら Z の8の2台目っていう方が魅力はあるんかもしれへんなってのは思います。ただ Z の8が2台揃ってる方が圧倒的に業務へのリターンが大きいので、まあ Z8 追加の方が賢いかな。ただ Z の F はどっちかっていうとリターン求めるもんじゃないからね、趣味の撮影を充実させる、より高みを目指すための趣味の撮影を楽しむためのカメラが ZF、 もちろん Z の F でねバリバリお仕事できるカメラかもしれないですが、私の場合は Z の8を選びたいというところがありますので、この Z の F を勢いで買えなくなっているっていうところはちょっと辛いかなっていうところがあったりもします。つまりは買い時を逃したっていうのはちょっとね悔しい思いがあるかなと。では4つ目ですね、買えるようになったらシルバーモデルでも買おうかなっていう話なんですけど、実はですね ZF というものが5ヶ月後まあ届きますよっていう話が出た時に、まあ連絡がね来た時に、私は ZFC これねちょうどキャッシュバックキャンペーンやってたんですよ。でこの ZFC を購入したんです。まあひとまず ZFC で楽しもうって、 ZFC が出た時はいや ZFC いいカメラってのは分かってるけど Z の F 待つわ、やっぱ DX やしなーっていうところがあって、まあいろいろね思うところがあって ZFC は見送って Z の F の登場を待ってたと。でひとまずまあ ZF が届くまでの間 ZFC で楽しもうかなって思ってたんですが、思ったより ZFC が良くて、あれ？おかしいな話ですやん。 ZFC にあここがなこうでなあーでなって理由つけて買わんかったのに、 ZFC で今は逆にこれがええなって思ってしまってる自分がいると。これなんでかって思うと、今までは ZFC に対してここが気になる、ここが違和感がある、ここが弱点かもしれない、ここが扱いにくいっていう、どん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 この発見ベースで ZFC のちょっと気になるポイントを見つけてたんですね。発見ベースで、うわここちょっと ZFC なみたいな。ただ ZF を登場した今、 ZFC の、まあ、気になるポイントってもう全て洗い出されてるんですよね。つまり ZFC って気になるポイントはこことこことここで、そういうカメラやんね、でそれが10万、12、3万ぐらいですよねっていうのを考えると、いやいいんじゃない、お買い得なんじゃない、だって ZF の半額ぐらいで、まあレンズもええもん1本つけれて、で何Z マウントの対応のレンズ S ラインつけれるしね、で綺麗にねローパスフィルターレスで撮れるっていうところもあって、いやこれ良くない。確かにそれは ZF の方が圧倒的に素晴らしいのは分かってるけど、軽いっていいよねってのもやっぱり、それこそしっかり撮影していく分には Z の8とか Z の9が出番としてはねありますが、ちょっとウェブ媒体の横600、800ピクセルぐらいの素材撮りやったら、まあ ZFC とか Z30 でめっちゃ綺麗に撮れる、十分トリミング体制も十分、いや思ったよりいいぞっていうところがあって、結局 ZFC もレンズ次第っていうところがあって、なんかもう ZFC でいいなっていう、なので評価がかなり変わってきております。なのでもちろん ZF に対してハイスペックなものをね搭載しているので素晴らしいなと思うし、30万円という金額に対してのコストパフォーマンスは素晴らしいのは分かってはいるんですけど、小型軽量なねこの 26mm の F2.8 ZFC くっつけて4452120、30ぐらいでしょ、だから600弱ぐらい、570とか80ぐらいの質量であれば、ペットボトル1本分で Z マウントのね 26mm 結構映りええし、持ち運べるって考えると、いやこれええでと。で DX のね1228の 3.5 から 5.6 のね DX の PZVR っていうものをつけると、 Z30 もなんですけど、パワーズームねプラスマイナスボタンで動かせたりとか、
あれなんか ZFC 意外といいぞ、これもファームウェアのね更新なんですけど、っていうところがあって ZF に対するその買わなくちゃいけない理由っていうのがどん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 そぎ落とされていったんですよね。まあそういうことですわ。なので確かに ZF が届けば ZFC は確実にまあ俯瞰撮影用とかのねバリアングルやしね便利やから、なんか俯瞰撮影用とか YouTube 用の別角度の撮り方の、まあ、カメラとして収録用に三脚に据え置きで、まあ、使うって形にはなったとは思うんですが、もっと言うと ZF と ZFC ね両方持たれてる方も多くいらっしゃるし、 ZF と ZFC 使い分けて両方で楽しく写真を撮られてる方もいらっしゃるのは知っているので、すごく楽しいな、羨ましいな、私も ZF 届いてたなってという、もしもの未来はあるんです。ただそれは今ではないなっていうふうに思ったんで、まあ今回の結果に至ったと。 ZFC 同様に ZF は今はめっちゃ人気です。だってもっと言うとさ、もっと言うとさじゃないですね、もっと言うとですよ、 ZFC って最近は普通に買えるけど登場時全然買われなかったでしょ、めっちゃ人気やったじゃないですか。で逆にあのキットレンズで頼んでる 28mm のに足引っ張られて登場が遅れてどないなってんねんみたいな、ね、ところがあったりとか、結構その ZFC も吸ったもんだったじゃないですか。なのでまあ ZF も同じような感じかな。ただ売れすぎてる人気なカメラ、まあその分いっぱい在庫作ってくれやって思いもあるんですけど、それは在庫が残るとそれはそれでね、在庫リスクもあるから、ニコンさんもほんまにちょうど注文が来るために受注生産みたいな感じで作るっていうのはまあ分かるっちゃ分かるんです。結局営利企業でビジネスってそういうもんやからね、買われんかった私が負け組なだけで。なので ZFC 同様に ZF が今は人気っていうものがすごいっていうのは分かりますし、まあ人気ランキングで常に1位ですしね、昨日の動画見てくださいました、 ZF はもうカメラ全体の中で今ミラーレス一眼で1位ですっていうところと、ニコンの中でももちろん1位ですっていうところがありますので、で中古もね最近ポロポロ出てきてますけども、まあ、やっぱり3ヶ月ぐらいだったら手放す方もね増えてきてるね。で中古でも新品と同じぐらい、テンパーオフでマップカメラさんとかで26万とか27万で出てて、中古で、まあ、新品と価格が一緒で中古が出るんですよ。すごい時代でしょうね。新品が買われへんから中古が新品と同じ値段で売っているっていう、そういう時代に買えない状況なだけなので、まあ、数年後に需要が落ち着いた時に、先ほど落ち着いたように、まあニコンダイレクトのポイント消化っていうのも私定期的にノルマとしてあるんですよ。ポイント、うわ何月に切れてしまうみたいな、あれなんか1なんか結構短いじゃないですか、期間1年か2年かそれぐらいじゃないですか。なのでポイント消化のタイミングもあるので、そういった時に ZF の もしですよ、シルバーモデルが出てるとか、あとはゴールドエディションが出てるとかで、 ZFC のね戦略見てたらわかるじゃないですか。きっと ZF も今はおしゃれなプレミアム XTRA 出てますけど、 ZFC も2回目の色替えのなんかバリエーションの時あったじゃないですか。あのタイミングで買ってもええんかなって、記念モデルみたいなのが出たら、それでもねなんか文字が金色とかね、そういったものが出たらそのタイミングで今こそ ZF 買えるから買おうみたいな感じかな。なので数百円のもう買い物やったらね、まあ、待っとったらええし、ひとまず買っといたらええやんで済むんですけどね。まあ食べるかわからへんけど、そのふりかけ買っときや、そのお茶漬けの素買っときやってね、まあ別に腐るもん備えすぐ腐るもんちゃうし、日持ちするしっていうところで、数百円やったら買っとったらええかかもしれへんし、誰かに会ってええやん、もんなかったらとか、自分の口に合わんかったらね。ただ30万円っていう金額は私には大きいので、その30万円で数多くの人生の選択肢が変わるとか、人生のきっかけを作ることが30万円があればできる、人生を変えることが30万円できっかけ作りができるっていうことは私自身知っているので、であればいつかは ZF の中古を含めて買うかもしれないっていう可能性を残しつつ、ひとまず今はどのレンズ買おうかなってワクワクソワソワしている。30万円浮いたわけじゃないんですね、30万円のプールキングでどれに回そうっていう、ニコンダイレクトを夜な夜なも見てね、チェックしてね、比較するってボタンかなんかあるじゃないですか、お気に入りみたいな、あれを押して、わあ今私はこのレンズが欲しいんやみたいな、この一番ワクワクして楽しい時いうものを楽しんでいるというところでございます。皆さんは ZF 購入されました、もしくは ZF 届きました、または届いてないですかっていうところをぜひコメントで教えてください。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報、ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。またオンラインコミュニティね、オンラインサロンの方でカメラ写真の好きな方と集まってですね、コミュニティ内でいろいろ写真投稿して盛り上がっておりますので、興味ある方はぜひ一緒にメンバーとして仲間として加わっていただいて楽しんでいきましょうというところをお伝えしておきます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。